清宮幸せ太郎、とんでもない成績を残す。清宮選手は現在打率5位、出塁率リーグ2、得点圏打率リーグ1、まさかの覚醒となっております。杉本そんな打ってんのか。最初期待されてた感じやないけど、我慢して育成すれば育つもんなんやな。言うほど我慢が必要だったか。順調な部類では盗塁しかいない楽天。この先こんなに言ってるんか、なんかあったん。この先何が起きたんや。トリプルスリーとの先ホームラン打てなくなったし、怪我したし、全然覚醒なんて呼べるレベルじゃないやろ。まあ OMNK 法の中じゃ頭一つ抜けてるわな。新庄デブじゃね。これがなかったら相撲取りコースやったよな。ラオウ格変だと思ってたんだけどな。ようやっとる。でも世間が清宮くんに期待してたのは、出ればホームランか三振の手法だったような、こんな無難な選手になってええんか。高卒1年目で1軍で7本打ってて期待されてない感じとは一体。開花しつつあるな。アヘアヘタンダマンになったんかは。よう貞治声の軌道の牢や。ご視聴ありがとうございました。